あ、それか、そのまま向こう持っていきます。ないんだよね。
れからはね、崩れるんだよね。水っぽいんだよ、少しね。そうそう。合わせだけしてください。うん、上がるよ。そんなに勢いよくやらないけど、あの一応合わせた方がで、そのまま吹かせれば吹かして。素手でいいですか？手袋そこに置きっぱなしだけど。あ、いいです。飛んだらかけて。落ちちゃないですか？ちょっとかけます。すいません。上げてからかな。今月初飛びなんですよ。先月のサポートで1回だから自力で1月から飛んでない。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。こうしてこれ上げて合わせてから、はい、you
あ、あるある。あれって買うといくらぐらい？あれいくらだったっけな、1万ぐらいしたかな。あ、安くはなかったそうそう、チンケなんだけどやっぱり量産してないからさ。ほとんど今まで買って数回、うん、1回見ちゃうと調子悪くなきゃ見る必要もないから見ないよ。もうちょっと俺が話しよったら、うん、そういうのもできないカートはね、もうしょっちゅう見てるみたい。当たり前だよみたいな感じで言われちゃったから、そうそう、うん、いや、そんなの見てないですけどカートは本当にカリカリのチューンするから、焼き付いた当たり前ぐらいのね、はいはい、感覚で行って平気で焼き付かしちゃうから、はいはい、また部品も安いんだよヤマハとか、あ、ね、焼き付いたって、うん、だからね、やっぱりレースやるからカリカリにするんだよだキャブなんか何個も持ってるよ。ああ言ってましたね。うん、キャブなんか紹介しちゃった方がいいよ。そうそうそう。うん。いや、やっぱり当たり外れとか相性のあるキャブとかあるみたいだから。はい、ランディング了解でーす。
田さんが木とかやってるよ。ああ、そう、そう。そう、上からね、撮られてると、なんかすぐそばにいるような気になるんですよ。小田さん。でもかなり離れてるんですよね、映像を見ると。そう。実際はね。え、こんな近くでぶつかっちゃうなって。多分って上ね、上は見えないし。林くんカーボンペラだ。アクセル全開にして何度か引いて、かぶってればね、アクセル全開のまま何度か引いてみて、かぶりを直して、はい、どうぞ。教祖さんの翼はあんな綺麗なんだよ。そうですよ。一緒に買ったとは思えないね。いい照らしてる。
ごい、特許も高いじゃん。今ありがとうございます。ハンダルは取っちゃまずいのかな、ハンダルフライトは取っちゃいけないのかな。見てると飛んでみたいと思うよね。
ゃあ飲んで。村上さんはどこで来たんだかよく見てもいいんだけど、うん、黒岡さんは